はい、皆さんこんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということで、私はですね、今この素敵なビーチにおります。今時間はですね、まあだいたい7時でございますね。太陽が昇ってきてめちゃくちゃ眩しいけれど、この時間じゃないと撮影できないんですね。日中は死ぬほど暑いので、この時間撮影タイムということでございます。ということで、どうでしょうか、2024年頑張ってますか。自分の夢や希望や願望に向かって一生懸命やられておりますでしょうか。僕もですね、まあこうやって好き勝手にね、好きなことをさせていただいております。今日は何を話そうかなと思ったんですけれども、本当に毎日毎日いろんな方々とお会いして、いろんな人生相談されて、そんな中で時間的にはいつぐらいでしょうかね、1ヶ月ぐらい前、2ヶ月ぐらい前、ちょっと忘れちゃったんですけど、 YouTube の話をしましてね、反響良くてすごい連絡来ましたね。まああれ何を言ったかというと、世の中に潜在的にYouTube やりたい人ってこんなにいっぱいいるんだって、ちょっと僕はびっくりしたんですよね。もしかしたらこれを見てるあなたも YouTube やりたいな、でも YouTube 撮影することはできるけど編集しなきゃいけないとか、サムネ作んなきゃいけないとか、テロップ入れなきゃいけないとか、まあそういうのがどうしたらいいか分かんないなって思ってる人たちが本当に多いんだなって。だから YouTube こんなにたくさんの人たちがやりたいと思ってるんだなっていうのがちょっと僕びっくりして、だからジャニーさんの YouTube 大学もあんなに人気あるんでしょうね。ジャニーさんのね、 YouTube 大学がまた始まると思いますので、まあぜひまた次の期いつあるのか知らないですけれども、多分もう4期か5期ぐらいやってますよ。多分次の期間を募集がもうそろそろ始まると思うので、きっとジャニーさんが概要欄に YouTube 大学のこと載っけてくれてると思います。すごいですよ YouTube 大学ね。もう確かなんか毎回毎回ね、どんどん人が増えてってね、多分次の期はもう100人ぐらいいるんじゃないですかね。本当にスーパースターになっちゃいましたね。僕はいつも言ってるよ、一点突破って。彼はその YouTube というスキルを身につけて本当に突き抜けていってね、今だってたくさんの人たちから YouTube 面倒見てくださいって言われて、もう断ってるからね、面倒見きれないからね、受けちゃってもやっぱり中途半端になっていくとね、申し訳ないからってことで断ってますけれども、すごいよね。結構大物からコンサル依頼されてるけど、彼みんな断ってるもんね。そこで結構信じられないような高額でマンツーマンの依頼とかも受けてたりして、すごいとこ行っちゃったね。だから一点突破ってすごいなと思いますよ。だからあなたも何か一点突破で何かスキルを身につけたのであれば、絶対その道のスペシャリストになって、絶対その道で輝くことができると僕は彼を見ていて本当に思いますよ。まあ昔のね、行けてない時から一緒にいますけれども、今はね本当彼からこうオーラを感じる時があるよね。オーラって何か分かりますかね。あの人はオーラがすごいとかさ、そういう風に言ったりするじゃないですか。ジャニーさんは今本当にオーラ出てるんですよね。僕は彼を見てて気がついたことがある。昔はオーラなんか1ミクロもなかったけど、今はすごいオーラがあるでしょ。何が違うかってね、結局オーラって自信なんですよ。自分に自信が出てくると勝手にオーラっていうのが体から発散されていくようになってるって僕は彼から教えてもらいましたね。あなたも何か一点突破でぜひ何か自信を持ってみてはいかがでしょうかね。誰だって変わることができるんですよ。どんな人だって絶対に変わることができる。あとは自分が変わろうとするかどうかだよ。そしてあなたがどんな景色を見ていきたいか、ここなんですよ。ただいまに公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急だよ。大王、僕たちいろんなところに行くんですよ。世界中行くよ。1月31、2月1日札幌。札幌2 days。 そして2月4日が東京でございます。東京。そして2月28、29で博多。2 days。 そして3月6日に日本武道館。本武道館。そして3月10日、香取さん、甲斐先生を交えての公演があります。公演。そして3月30日に千葉でアガスティアでございます。ぜひ会いに来てください。きっとあなたも見たい景色があるでしょう。そしてそこに向かってあなたが何かしら実践し努力していかないと、そこの域にはいかないですよ。彼はその YouTube というスキルをね、まあ一生懸命勉強してましたよ。毎日毎日僕というね、その実験材料があるから、いろんなことを実験していって、そしてどうしたら再生数上がるのか、どうしたら登録数上がるのか、もう常に毎秒研究ですよ。彼は勉強家だから、いつも勉強してるよ。彼はいつもなんかいろんな勉強会行ったりとか、本読んだりしてる、そういう姿を見てると、ああ本当に努力家なんだなってことはね、垣間見える。実際会ってみて、ああいう姿だけ見てると分かんないと思うけど、やっぱああいう一点突破できる人間っていうのは陰でめちゃくちゃ努力してますよ。僕は彼からすごい学びましたね。 YouTube の話をしようと思ったんですけど、皆さんそれ YouTube 始めたいと思ってるけど、なかなか始めない。だからそれは敷居が高いっていうのがあって、どうしてもこう一歩踏み出すことができない。それはそうですよね。僕も YouTube 始めたの今から5年前ですけども、その5年前の時に YouTube ってどうやってやるのかなっていうね、実際に動画撮ることはできる、撮ることはできるけども編集しなきゃいけないよねとか、それが大変で、自分でそれを勉強すればできますよ編集ね。今動画の編集ってね、すごい需要があって、だから動画編集の人たちのギャラがどんどん高騰していってるんですけれども、まあ今からだからね、動画編集勉強しても十分間に合うんじゃないのかなと思いますけれどもね。よし YouTube 始めようって言った時に、じゃあ動画編集わかんないから動画編集の学校に行こうっていう、もうこの考え方が一番間違ってます。動画編集はもうとにかく外注に投げていくっていうスタイルっていうか、僕ねもうスタート
僕はねもう iPhone スマホ、まあでもねこれ名前は言えないけどね、1年ぐらい前にコラボしてくださいって言われて、あいいですよって言って、その人が持ってきた撮影機材、あの時1年前ですよ、まあ iPhone だったら14ね、去年14でしょ、その人が持ってきたの iPhone8 持ってきたからね、しかもマイク980円のマイク持ってきたからね。僕ねマイク難民だったから Amazon で無限にマイク買ったんですよ。本当に今もうスマホで撮影する人多いから、 iPhone 用とか Android 用のマイク無限にあるんだけど、当時ねなかったんですよ。僕ね2年ぐらい前からずっとマイク難民でマイク買いまくりましたよ。マイクだけでね僕もう何十万も買いましたね、このスマホのマイクだけでね。まあ今本当にいいのがたくさんあるけども、だから YouTuber になりたいのであれば細かいこと考えない、いいんです。まず用意するもの三脚、それからスマホ、 iPhone じゃなくても家電量販店行けばスマホいっぱいあるでしょ。あれの画質がいいやつ店員に聞いてください、ちょっと動画の撮影したいんだけど、それでコストパフォーマンスがいいやつ教えてくださいって言ったら教えてくれますよ。中国のやつとかね結構いいんですよ。2万でも3万でもありますから、今のスマホより画質がいいやつにしてください。そしてマイク、だからスマホ高いの買わなくていい、安いのでもね画質綺麗なやついっぱいあるから家電量販店行ってください。三脚、スマホ、マイク使ってください。今 iPhone の最高級のマイクって5万円ぐらいのマイクあるんですよ。まああんなの買う必要ないです。今僕が使ってるのはその5万円のやつじゃないんだけど、あの僕が今使ってるのはこういうやつなんですよね。これで確か1万7000円ぐらいです、 Amazon でね。三脚はもう1980円とかであります。だから1980円でしょ、でこれが1万7000円ぐらいでしょ、まあだから初期投資で2万円ぐらいですね、それと三脚か、だから2万2000円ぐらい。ああそうか、スマホを買わなきゃいけないから、でもまあ5万円かかんないでしょ。でスマホ今持ってるやつ使えるって人はもう2万円ぐらいの初期投資です。それだけでも始められる。で編集が分かんないとかさ、そんなのさいいんですよ、武骨なスタイルでいいんです、武骨なスタイルで。僕の好きな YouTuber で武骨な人いるよ、まだスマホ見ながらさ、あこれ見ようと思ってポチッとするとさ、その人がさこう録画ボタンを押して定位置まで戻って、はいこんにちはって言ってる人いるじゃないですか。またお会いしましょうさよならって言ってまたピッて押して終わってる人、これでいいんです。編集いらないです。なんだったらサムネなくたっていいですよ、なくてもいい、文字入れるぐらいはできるでしょ。最近はキャンバーとかねいっぱいそういうのあるから、キャンバーの最低限のあの YouTube 見たら無限にあるから、だからまあサムネはキャンバーで作る。これ多分ね直感的にねキャンバーでもね30分もあればね絶対理解できると思うよ。だからもうこれだけでいいんです。皆さんは難しく考えすぎなんですよ。 YouTube やろうと思ってる人は潜在的にめちゃくちゃいるんだってことが、もう僕この間ね1月にビジネスブートキャンプやったでしょ。このビジネスブートキャンプで YouTuber になりたい人ってこんなにいっぱいいるんだってびっくりしたんですよね。でやりたいんだったらやればいいじゃんって言うと、必ずいやちょっと編集どうしたらいいか分かんないんですとか、サムネどうしたらいいか分かんないんですって、そんなのいらないんだっつうの。頼めばいいんですよ外注に。だけどそんなお金もったいないじゃないですか。だからいいんです、その武骨なスタイル、ノー編集、もうノー編集でスタートストップ、そのままアップロードで、サムネだけは多分ね友達とかに言えばねやってくれますよ。1枚500円1000円ぐらいでやってくれますよ。でもそれももったいないな、もう自分で勉強しましょうキャンバーで。多分30分もやったら勉強したらできるから、あとはやり続けていくことですよ。初めはね残念ながらね誰も見ないよ本当に。だって僕だってアップロードするでしょ、アップロードして次の日見るでしょ、次の日の朝何人ぐらい見たかなとかね、もしかしたらバズって1000再生2000再生されてんじゃねとか思いながら見てもね、ゼロゼロゼロ、ずっとゼロで、チャンネル登録者数ゼロ。だから一番悲しいのはさ、アップロードしてチャンネル登録者数ゼロ、再生回数ゼロ、これが何日も続いても折れないメンタルでいい。こういうので折れてしまうんだったら初めからやらない方がいいんですよ。とにかく強いメンタルを持って、誰も登録してくれません、誰も再生しません、それでも自分は絶対諦めないっていうメンタルじゃなきゃ始めちゃいけないんですよ。だから次の日の朝見て再生回数ゼロって、それを見てもメンタルが折れないっていう自信があるんだったら始めましょう。あとはゴール設定決めとかなきゃいけないんですよ。自分は絶対チャンネル登録者数100までは絶対何が何でもやめない、もうこういうゴール決めとかなきゃダメ。結構広告収益がたくさん入ってくるって勘違いしてる人いるけど、まず広告収益入ってくるためにはチャンネル登録者数1000、自分のアップロードした再生時間、いろんな人たちが見てくれるじゃないですか、それの再生時間が4000時間なんですよ。だから自分は絶対に広告収益入るそのスタートラインまでは絶対何が何でもやめない。最低でもやっぱり週3本ぐらいは上げてほしいなと思いますね。週3ぐらいのペースでずっと、自分はチャンネル登録者数100までは絶対諦めないとか、自分の中で絶対そうやって作っておかなきゃダメ。僕だって本当よくメンタル折れなかったなと思いますよ。そんなの半年ぐらい続いたからね、すごくないですか半年間。だからね、そのゼロゼロゼロとかでチャンネル登録者数1位とか増えると、うわジャニーチャンネル登録者数1位になったよって言ったら、
あ、それ僕ですってね、あんなずっこけたことないですよ。で、あ、そうか、じゃあ俺もしとこうと思ってピッてやったらチャンネル登録したのに、やってる本人たちしか見てないんだよ、チャンネル登録してないんだよ。そんなのがずっと続くんだよ。でも僕はとりあえずチャンネル登録者数1000、4000時間、ここまでは絶対諦めないっていう決めて始めたから、だから折れなかったですよね。こういう自分の中で何かそういった始める時ってあらかじめゴール設定しておかないと絶対メンタル落ちるからね。だからそれでも自分は絶対メンタル、折れないんだっていう風にね決めてください。初め誰も見ないですよ、再生数もゼロです。諦めたらそこで試合終了だからね。まあとにかく強い気持ちを持ってやってみていただきたいと思います。何でもチャレンジしましょう。チャレンジしないとわからないよ。だってあなただっていつどこでどうバズるかなんか誰もわからないよ。僕は YouTube に押していただくまで半年っていう時間がかかったけども、あなただったらもしかしたらね1ヶ月かもしれないし、2ヶ月かもしれないし、3ヶ月かもしれない。それは誰もわからない。だけどもあなたがそこで YouTube で何か発信したいと思ってるのであれば、何かしらねあなたが有益な情報を持ってるからでしょう。だとするのであれば、その情報になんか飛びついてね、うわこの人めっちゃ面白いとかバズる可能性だって十分にあるわけですよ。ぜひね諦めずにやり続けてください。そのやり続けた先にはあなたが見たことのない景色がね待ってるんじゃないのかなって僕はもうそういうふうに勝手に思ってます。なのであなたが見たことのない景色にたどり着くためには、折れないメンタルとやり続ける強い気持ちです。この2つさえあればあなたは必ず見たことのない景色にたどり着けると思います。ということで YouTube ぜひやられてください。一歩踏み出す勇気を持って踏み出してください。今すぐ動画撮ってください。そして YouTube チャンネル解説してください。 YouTube のチャンネルの解説の仕方ってのは他の YouTuber の方たちが無限に上げてますので、それ見ていただければ簡単にできると思います。なのでぜひ今日 YouTube にアップロードしてみませんか。 YouTuber デビューしてみませんか。そしてやり続けるという強い気持ちを持っていけば、絶対にあなたは見たことのない景色にたどり着けると思います。まあ僕はそういうふうに思ってます。ということで、あまりにも眩しすぎるのでこの辺りでお別れしたいと思います。アディオス、いいよ、さようなら。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね、 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えんなオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。